東急イン羽田空港1、今日はここに泊まります。羽田空港早朝便利用とかに便利ですね。それで中行ってみましょう。今回は13階最上階ですね。1319の部屋です。それでは部屋を見ていきましょう。おー、シンプル、シングルベッドが一つですね。奥に窓があります。窓から眺めはもう夕方ですが、こんな感じですね。下に道路が見えます。ベッドの反対側、こちらがですね、ハンガーと絵がありますね。そして左側、デスク、チェア、鏡、テレビ、こんな感じであります。上にエアコン、照明、時計ですね。おー、なかなかいいデスクじゃないですか。下は電気ポット、コップ、棚に電話、金庫、下が冷蔵庫ですね。テレビ画面にこういうのがありますね。フードロス削減にご協力ください。明日の朝食無料は召し上がりますか。私は食べれない時間なんで、いいえ、押します。お、ありがとうございました。ごゆっくりおくつろぎください。それでは水回り見ていきましょう。おー、綺麗なユニットバスですね。大きな鏡、バスタオル、ハンドタオル、トイレ、洗面所ですね。洗面、トイレはウォシュレット完備です。そしてこちらがバスタブですね。ゆっくり入ります。みんな大好きシートチェック、お出なし。ホテル近くにあるラーメン中華香味さん、行ってみましょう。町中華っていう感じで、出るのも早くてうまかったですね。ラーメンチャーハンセット800円。おお、ここは東京インが2つ並んでるんですね。すごい。おはようございます。朝4時半です。4時45分の、空港行きシャトルバス無料送迎乗りますんで、これからフロント行きます。ガンチャガンチャーン、旅旅旅チャンネル、いてくれてありがとうじゃん。